神は死んだよ、ユイガ君。りっちゃん、ウルカちゃん、せっかく誘ってくれたのにごめんね。でも下着だけは一人でゆっくり選びたい派なの。これとそれとあれの A サイズ試してみてもいいですか？これと同じのの B サイズと一応 C も試してみていいですか？あーいや、サイズはいつも A なんですけどね。もしかしたら、もしかしたら大きくなってるかもしれないし。やっぱ A でした。これください。あ、神は死んだよ、ユイガ君。フラジ、まずは話を。うわ、目が死んでる。しっかりしろ。この世界でちょっと国境として崇拝されてるからって調子こいてお金の単位にまでなったアゲ底エリス。ちょっとカズマ、はい、エリスがそれ以上なんかゴタゴタ言うのならその胸パッド取り合う。わかりました。特例で認めますから。今門を開けますから。パッドなんですか？まったく、アクア先輩は相変わらず理不尽な。この子パッドでも構いませんよ。このことは内緒ですよ。Finally awake. 悪魔に惑わされないための聖なる呪文を授けます。エリスの胸はパッド入り。今後惑わされそうになったならこれを唱えなさい。他に惑わされている者がいればこれを教えてあげるのもいいことですよ。エリスの胸はパッド入り。なんだか一気に目が覚めました。さあもう一度一緒に。エリスの胸はパッド入り。君は可愛くて優しくて、おっぱいがちっちゃい子。結局父か、父じゃないから馬鹿にされるのか。もう私は泣きたいよ。ほら、みんなで笑ってくださいよ。場の空気が和んで仲直りできますよ。って普通にあるじゃねえか。底上げしまくりよ。笑えねえ。ほら見て、すごいでしょ。もう二人とも、海なんてとんでもないよ。受験生にはそんな暇ないんだよ。おその通りだな、古橋。海の血、なんで涙ぐんでんの？お、噂をすれば、やっほーリスリン。いいになってしまいました。限りなく B と言って差し支えない A かな。 A？ 羨ましいです。いつの間にかそんな天と地の差がついていたなんて。尾形、いくらなんでも今のは抑えて、フミノッチ。どうかしましたか、フミノ。どんなものでもとは言ったけど、これは予想的品は、ほんま。大変申し訳ありませんでした。うん、それはまあ、もういいんだけど、その…今つけちゃってるこれ、お返しした方がいいのかな。形はどうあれ、俺が渡したブラを。ちょっとだけよ。ごめんね、そのイメージ映像ほど大きくなくて。エスパー！パッドも3枚入ってるしね。中3の妹さんより小さいミジンコで、どうもすみません。そんなこと全然本当。もういいってば。どうせ男の子はみんな大きい方が好きなんでしょ。ちなみに俺は断固古橋さん派だな。清楚で美人でいいなってお前も思わねえ？それはまあ、
まあしかし胸が全くないのだけが残念だけど。クミノ、どうどう。あいつらは無事逃げられたか。よかった。古橋さん、ブラお忘れじゃないですか。何を根拠に私のだって決めつけるのよ。合ってました。せっかく島に来たんだから少しは羽を伸ばさないとね。レリーさんまで。あら、差別は良くないわよ、ルカス君。私も一人の女の子よ。女の子って。アイリー？あ、兄さん最低です。僕何も言ってないよね。お前妹にまで。どえろ。ねえあなた、私の下僕にならない？は？勝手に手を出さないで。こいつは私の奴隷精霊よ。おい。あら、別にあなたの所有物というわけではないのでしょ。ちょっと待て。ちょっと話しなさいよバカ。なんですってこの残念胸。お前らいい加減に席に着かんか。そんなこともわからないの？甲板胸が。甲板。今なんて。あなたのような未発達な管に機関は務まらないわ。私がやった方がマシよ。え、大一致が？嫌だな。機関だと標的にされることも多いだろうし。下神さん、私のことをそこまで。いいわ、ならこの甲板胸にやらせましょう。待て、今なんて言った？おい変態、死ぬ前に何か言うことはないか。早く何か言わないと。可愛いですよ。全体的に子供。いえ、まだ幼い感じなのに胸は結構あって。違うんです、誤解です。この死ね者が。まったく。そしたら私も初級で返すんだから。やだ、変化球だわ。来てしまってます。ノリノリです。あ、きつくて胸のボタンが。腰回りは大丈夫なのに。あれのサイズは私と同じよ。ボタン見つからないわ。すごい。ボタン。ボタンや。ボタンあったわ。よかった。やっぱりフルールで働かなくていいわ。え？どうして？なんでもや。似合うと思うんだけど。もううるさい！早くそれ脱ぎなさいよ！やばい、魔王だ。魔王ロープで威厳を保って堂々と。レム、胸を張るがいい。膨らみかけも至宝だぞ。レム、今朝のことまだ怒っているのか？別に怒ってません。なので違う話題をお願いします。絶対怒ってる。ねえディアブロ。なんだ。レムだ。どうせ私は小さいです。ディアブロ。ディアブロが頭打って気絶した。何？大変。ふにゅー。宿るから出ちゃうよ。どうしてあなたはいちいち胸を押し付けるのですか？抱きつくと当たるんだよ。レムは肋骨が当たっちゃうのかもしれないけど。そんなことはありません。あ、本当だ。ちょっとあばらが当たるかも。でもこれはこれで。バーチャライズ